松村久義は、日本の実業家、政治活動家、第二大維新政党、新風代表、有限会社東京トラックス代表取締役、朝廷音流通共同組合代表理事、東京都出身、早稲田大学高等学院及び、早稲田大学政治経済学部を卒業、高校、大学の同級生に、赤松広隆、二年下に、村田春樹がいる。 その後、一新政党、新風の活動に加わるようになり、1998年、及び2004年の参議院選挙に、新風の公認候補として、東京都選挙区から出馬するも、それぞれ落選する。さらに、2007年の第21回参議院議員、通常選挙では、比例区から出馬したが落選している。が、新風の代表を辞任することを表明した後の、 代表選挙で、馬場義久を破り、2008年、新風の第二代代表に就任するが、ほどなくして死去した、各部総反対論者である。2004年の参院選東京都選挙区立候補者に、対して、同性愛者の団体が行ったアンケートに対する回答の中で、松村は、法的に、同性愛を禁止し、同性愛者を処罰、監禁するべきだという主張を展開し、 同性愛者の間で話題となった。AB、比例代表維新政党、新風、開票結果、参院選2007。 読売オンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www. 読売<編>り .co.jp スラッシュエレクションスラッシュ s-a-n-g-i-i-n-2-a-l-a スラッシュ k a i h i o u スラッシュ i b a l a h h o h t m n n n g 年 l 二月十七日日閲覧 ?04 代二十回参議院議員選挙、東京選挙区候補者回答。ありがとうございます。